パーベルセルゲイエビチ・アブラーモフは、ロシアの男子バレーボール選手。モスクワ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元ロシア代表。モスクワ大学地理学部卒業。1999年、ロシアスーパーリーグのイスクラをジンツボへ入団し、2001年にディナモモスクワへ移籍。2003年から、日本の V リーグのトーレアローズでプレーし、 2004から2005シーズンの第11回 B リーグで最高主君選手賞、サーブ賞受賞とベスト6に選ばれ、トーレアローズ初優勝の立役者となった。また、第53回クロア式期全日本選抜大会で関東賞とベスト6、第54回クロアシ旗大会で最高主君選手賞とベスト6に選ばれた。2005年にロシアへ戻り、 フルスノイスクラをジンツオボで4年間プレーした後、2009年、ポーランドリーグのクラブへ移籍した。1999年ユース世界選手権の優勝を経て、2001年にナショナル無代表に選出され、ロシア代表のレフトのウィングスパイカーとして、通算208試合に出場。2002年ワールドリーグでチームの初優勝に貢献するとともに、 ベストスパイカー賞とベストレシーバー賞をダブル受賞し、同年開催された世界選手権で銀メダル獲得に貢献。2004年アテネオリンピックでは銅メダル獲得に貢献した。翌2005年も欧州選手権では準優勝に貢献するとともにベストレシーバー賞を受賞した。ロシアゴラテン本次、パーベル・サーゲイビッチ・エイブラマブ。ありがとうございます。